会いたかったぜお前ら。皆さんこんにちは、週末です。もう会いたかったぜってさ言ったけどさ、風太郎が言うならいいけど、俺たちが言ったらちょっとなんか嫌な感じだよね。皆さんこんにちは。改めまして、五等分の羽目、得点集めてますでしょうか。五等分の羽目、これね、調べたらね、読み方はないらしくって、五等分の羽目でも、五等分の羽目、インフィニティでもなく、五等分の羽目らしいので、普通に五等目ですね。まあ、五等分の羽目、夏休み編なんですが、皆さんご存知、入場者特典として水着がね、まあ、5種類ランダムで、こちらございまして、まあ、前回のね、動画で、一応まあ、その開封動画じゃないんだけど、まあ、出したので、まあ、バッてね、ちょっとサムネとかね、多分出してないと思うんだけど、そちらをまあじっくり見ていこうという動画でございます。で、ここにね、はい、まあこちら五等分の羽目、まあ、前回の、まあ、前作、今回がね、まあ、OVA 的なポジションなので、まあ、一応こちらね、映画の方の五等分の羽目の、まあ、チラシというか、そう、これね、今回ね、多分あったと思うんだけど、取り損ねたというか、入手し損ねて、そこがすっごいね、心残りであります。で、まあ、話長くなっちゃうんですけど、まあ、五等分のね、まあ、キャラデザというか、まあ、シャフトから、シャフト A 変わりまして、まあ、より原作のね、に近づいてるって、まあね、話長くなっちゃうんで、さっといきましょうか。で、前回ね、一応3枚手に入れまして、まずこちらです。じゃん！はい。四つ葉でございますね。こちらもね、まあ、原作のね、水着を、まあ、そのままというか、ちゃんとそのデザインになってまして、まあ、一番口とか、ほんともういろんな媒体で、いろんな媒体ではないか、水着いろんな種類もあるので、まあ、これが本当にまあ公式様の水着というか、まあ、ちょっとメロンっぽいか、まあ、でもあれか、四つ葉じゃないな、五つ葉のクローバーか、の水着でございますね。もうほんとめちゃくちゃ可愛いよね。もういろんなね種類の水着があるんだけど、まあ、それぞれ個性というか、まあ、ひらひらがついてるやつだったりとか、ちょっとスポーティーなやつだったりとか、まあ、でもやっぱミクの水着が一番ねいいなってみんな思うと思う。僕もちょっと、まあ、そっち派なんだけど、まあ、誰をしようか関係なしね、まあ、いろんな水着がね最高って話なんですが、まあ、今回まあランダムなので、で1回引けば残り 4つとかじゃないから、みんな普通に全部5分の1の確率だから、まあ、全ての、ね、確率を計算したら分かんないけど、まあ被ると思うんですよ。で、まあ、1枚目当たったやつが四つ葉で、まあ、さっきも言ったんだけどね、緑のまあ水着とっても似合っております。そして2枚目に当たったのが、はい、こちらいつきちゃんですね。はい、いつきちゃんもすっごくね可愛い水着でね、まあ、風太郎にアピールというか、まあ、1枚絵の場面があるんだけど、そこも最高に素晴らしいものでございます。いつきちゃんね、はい、五等分の羽目と書いてあります。そして3枚目、ちょっとテンポ早いかな、はい、ニノでございます。いや、もうニノもね可愛いよね。もうニノの水着がさ、すっごい可愛くてさ、なんだもう、みんなまあいいんだ、みんなもう、みんなね、もうスタイルがいいのはもちろんなんだけど、めちゃくちゃさいいじゃん。もう説明、そう、僕の言葉じゃさちょっと表せないんだけど、めちゃくちゃいいです。もうこの水滴とかもね、めちゃくちゃいいですね。五等分の花嫁だから五ってわけじゃないんだけど、まあ、それぞれやっぱほら、それぞれ指っていうか、こうやってね、ほらニノだったら2とか、付けだったら5とか、そういうので表してるんだけど、まあ、こういう色紙、この色紙ではあまりそういうの関係なしにね、まあ、それぞれ可愛いポーズをとってくれております。もちろん皆さん持ってる色紙をただね紹介するだけの動画ではございません。先日というか、また改めて、はい、映画にこちら3回行ってきました。そもそもの話、僕ムビチケ、まあ、複数買ってるんですが、買ってる枚数が全部7枚なんですよ。まあさすがにね、5枚じゃ全部コンプリートできないなって思ってるのと、まあ一応その3周目の得点でまた切り替わるので、まあ6枚でね、一応まあ色紙は集まればいいかなと思うんですけど、まあかぶるかぶる。で、一応まあ3枚ありまして、まあその交換とかの、まあそのツイッターで募集かけたりもするあれもあって、一応まあ開けちゃってるんですよ。一応2枚開けちゃってます、すでに。で、1枚はまだ未開封ということで、これ未開封どれ？こうか。ちょっとやばい、わかんない。順番がわかんない。これがまあ未開封だね。ので、まあこれでね、まあ結果ちょっとだから2枚知っちゃってるんだけど、それをちょっとね、みんなと一緒に、みんなの力を分けてもらおうということでやっております。ので、まあその3枚も含めてね、ちょっと回復してね、いきたいと思います。じゃあ順番通りにいきます。まあ昨日言ったんだけど、1枚目のね、これが、なんだと思う皆さん。僕のまあテンションでも分かっちゃうと思うんだけど、よし！はい！ゆつきちゃんです。まあ分かんないよね、テンションじゃ。ゆつきちゃんめっちゃ嬉しいんだけど、1枚持ってる分には。まあ被るとちょっとやっぱショックでございます。でもめっちゃ可愛いよね。うん。だからやっぱ被らないっていうのがなかなか難しいんですよね。みんな苦労してると思うんだけど、五等分のファンはね、頑張って集めたいと思います。集めよう。集めていこうぜ。そしてこちらね、2枚目ですね。2枚目なんだと思うみんな。いくよ。せーの。はい。はい。ミクがね、当たってくれたんすよ。もうこれほんと嬉しくて、もう劇場で叫びそうになった。もうやばかったね。チラチラ見て、あ、マジ？みたいなね。こうやって今取り出すのは初めてなんだけど、こうやって、ね、チラ見して、あ、青いミクじゃんみたいな。いや、ミクがね、一番なんて言うんだろう、その肌色率が高いというか、なんかちょっと露出が高めだよね。で、言葉も前も言ったけど、やっぱ普段が制服っていうか、そういうね、なんだろうな、お色気シーンがあんまりないから、お風呂会だったりとか、プール会がめちゃくちゃね、なんか、ボリュームというか、ありがとうございますって感じでね、こっちにね、元気をくれます。元気をくれるって、
おかしいですね。はい、皆さんここまででもうお分かりですね。はい、5枚行きまして、まあ、5回行きまして4枚も自力で当てることができました。そしてこちらね、1かが当たればもう僕の完全勝利ということなんですが、まあどうなんでしょうね。これで当たんなくてももう1回行くってことはちょっと検討はしてるんだけど、じゃあまあ2週間はね5等分だから、2週目の金曜日土曜日あたりでまたその再更新というか、まあ色紙も結構残ってるみたいでね、前回の5等分の絵がほどなくなるってことはないみたいなんだけど、まあ当たるかどうかちょっと、まあ被ったら交換をね検討してるんだけど、でもメルカリとかで買うっていうのはやっぱないからさ、あんまり僕の中では 0% じゃないけどほぼほぼないです。じゃあ行こうか。いやーもう緊張してきちゃった。これでね揃えたらもう神だけどさ、やばい、すごいお腹痛くなってきちゃった。行くよ。やっぱねこう粘着性がね温めちゃうとね強くなっちゃうみたいで、映画館でこの開けた2つはすごいねスムーズに開けられたんですよ。行くよみんな、やばい、頼む、近いお願いします。よっしゃー、やべえ、マジか。本当に今初見だからさ、ちょっとすごいボリューム上がっちゃったかもしれないけど、いつか来た、やっ、ありがとうございます。やばいみんなマジだ。ほら6回行ってさ自力で全部当てちゃったよ。もう5等分のね、今年は5等分の年です。いやマジやべえ。ほらちょっと1回抜くけど、ほら1か2のミク、四つ葉、五木と全種類揃っちゃったよ。マジ当たるとは正直思ってなかった。当てたかったけど当たるとは思ってなかったんですよ。見てこれやばくね。ちょっとこれもうサムネにしたいんだけど、バレるよねサムネにしたら、もうこの開封動画の結果自体が、やべえ、マジやべえよ。ちょっともう語彙力ってかテンションばっか上がっちゃって全然ね言葉が回ってないんだけど、こんな感じでやっべえな、もう最高じゃね。でまあミクの水着もね、イチカの水着もこんな感じなんだけど、いやもうすごいよみんな、どうしよう。いやめちゃくちゃ可愛いじゃん、水一本持ってるしさ、うちは持ってるしさ、ミクもめっちゃ可愛いよね。イチカはね、まあ帽子かぶってたりするんだけど、やっぱその日焼けとか気にするのかな、その芸能人っていうかね、女優だからっていうのをまあ考えたりね、作中っていうかそのテレビというか映画を見てる時思ってたんだけど、めっちゃいいよみんな、もう全部当たったからさ、これ以上話せることがないんだけど、いやもう、いやこれでもうね僕も安心して寝ることができます。5等分の花嫁をね、5等分をね、まく、まあ、なんて言うんだろう、ちょっとダメ、うまく回らないんだけど、これでまあ3週目に備えてね、僕もまあ温存できるというか、まあ、5等分のグッズをまあ他に買うものもありますし、ゲームも出ますから、もうそちらはね支払いが済んじゃってるんだけど、5等の出ますから、皆さんそちらもチェックしてね、限定版を買っていただければと思います。いやもうマジどうする、 1,2,3,4,5 と5等分の未来もめっちゃいいさ、会いたかったよとかさ、もうずっと言ってるんだけど、こう反響するんすよ。いやもう会いたかったよってか、こっちが会いたかったよね本当に。で、あの伊藤美久さん、声優の伊藤美久さんのそのインタビュー的な感じでは、もうひふ太郎に会いたかったっていうのもあるんだけど、ほらもう僕たちファンに会いたかったよっていう意味合いを込めて歌ってるとかね、そういうのがね、確かライブビューイングっていうか、まあ舞台挨拶かやつでね動画で見たんだけど、いやもうこちらこそねありがとうございますって感じで、いやもうみんなこのほら眼福だよね、もういやもうで、美久がやっぱね一番ね、まあちょっと汚い話になっちゃうんだけど、ほらやっぱ踊り引きというかね、あのなんだろう、売る値段というか高いんすよ。でやっぱそのほら交換とかでもやっぱミックを欲しがってるって人多いんだけど、いやまさか本当に自分で全部当てられるとはね思ってなかったので、いやもう日頃の行いがやっぱりいいせいだなってね、あんまり言うと本当やらかすんでやめときましょう。では皆さん、僕はもう色紙を当てたので満足なんですが、皆さんもね引き続き色紙を狙っていただければと思います。では皆さん、3週目の得点が出たらまた会いましょう。ご視聴ありがとうございました。5等分の羽目は褒めつらせい。